皆さんおはようございます。ガレージアルピナです。今日はマツダロードスターのブレーキ周りについてのお話をしていきたいんですけど、私のロードスター、これは以前の17インチアルミの時なんですけど、これはリアの方ですが、ローターが結構綺麗でキャリパーが赤く塗られているということにお気づきの、ことと思うんですけども、これ全部自分でやりました。自分でやったんで、工賃はもちろんただなんですけども、それなりにいろんな準備がかかったり、その交換とか塗装の手間自体はそれなりの時間がかかっています。で、やっぱりね、この赤色が非常にポイントになってるかなということを思っています。おしゃれはね、足元からということで、そういう意識を持っておられる方も多いと思うんですけども、先に進めます。これは有名なディクセルというメーカーのローターですね。リアの方のみですね、ローターを交換しました。で、フロントはちょっと事情があって、交換直前まで行ったんですけども、ブレーキの、ハウジングというか、キャリパーを、完全に取り外すことができなくて、ちょっと断念した経緯があります。ですから、フロントの方は、そのまま以前の純正のローターがついたままになっています。で、これはリアの交換したブレーキパッドなんですけども、ウェズスポーツって言ってね、走り屋さんの間では結構知られているブランドだと思うんですけども、前の方はもうすでにディクセルの M タイプっていうね、ブレーキパッドを取り付けてたんですけど、どちらもですね、このレブスペックプライムスプライムっていうパッドも、ディクセルの M タイプもどちらも低ダスト型、ブレーキダストが少ないタイプですね。ですからホイールがすごく汚れにくいわけなんですけど、M タイプの方は BMW で以前使ってた経験があって、もう本当にホイールの掃除がね、すごい楽で、もう年に数回ちょっときれいに磨く程度でいいかなぐらい、それぐらい汚れませんので。非常に愛用してたというか信頼を得てたんですけども、このウェズスポーツさんの方は初めて使うわけなんですけど、今までそうですね、交換してから半年ぐらいですか、半年以上ぐらいは経ってると思うんですけど、M タイプ同様にですね、汚れが目立たないいいパッドだと思います。ストリートユースではね、別に機器等は何も問題ないんじゃないかと思います。これは交換時の様子なんですけど、低床型のフロアジャッキをオートバックスで、購入しまして、こういうカバー、ケースもついたね、非常に品質のいいというか、使い勝手のいいフロアジャッキになってますけども、大概こういうのって、5、6000円で今ね、割とお手軽な価格で、購入できます。だいたい2トンとかね、3トンぐらいまでの荷重に耐えるような設計になっているかと思いますけども。これは普通の馬ですね。リジットの馬を当てていますけども。ちょっとジャッキアップポイントとかね、本当にこれでいいのかっていうのはちょっとありますけども、ブレーキ関係の整備の時はかなり強いトルクをかけて、力をかけてですね、ネジを外したりしますので、固定は非常にしっかりしていく必要があるかと思います。で、これはリアの方の、両方リアになってますけども、かなり錆がひどい状態かなと思います。一度も変えてない感じですね。錆止め処理をちょっとしていく必要があるのかなと思うのと、ちょっと取り外すのがね、大変かなというちょっと予感がしたりしましたけども。で、このリアの右側の写真の、このブレーキキャリパーのピストンの表面を見てほしいんですけども、ここに十字の溝が切られてるんですよね。で、これはですね、ここに、ちょうどカチャってはまるような工具がアストロプロダクツなんかで格安で売られてますので、その工具 SST をですね、購入して、ブレーキのこのピストンを押し戻す必要があります。そんなに難しいことではありません。
で、これは交換時の様子なんですけども、まあ、一番左上の写真はすでに、ローターが外れた状態になってますけども、まあ、いろんなグリス的なものとか、まあ、錆止め剤的なものをですね、使って、できるだけまあ錆がひどくならないようにという気持ちで、まあ、その専門的に合ってるかどうかっていうのはね、もうちょっと本当素人レベルなんで、まあ、ご勘弁願いたいんですけども、まあ、自分で思うところの錆止め処理をしています。左下の方はですね、外れたキャリパーをですね、塗装しているところですけども、下の真ん中は新しいローターがね、ついた状態の写真になっています。で、これがキャリパーラッカーなんですけど、広島の、結構車のですね、OEM パーツなんかをたくさん扱ってるお店が、Yahoo ショッピングかなんかでしたかね、見つけて、まあ、試しに買ってみたんですけど、これだいたい 250cc かさ、300もないと思うんですけど、200cc 台と思うんですけども、私の方は赤い色を注文して、まあ、3000円以上ぐらいしたと思うんですけど、まあ、どんなもんかなということで、まあ、ちょっと使ってみたんですけど、以前は松田純正のですね、キャリパーラッカーを使ってました。まあ、それでも悪くはなかったんですけど、もうちょっとディーラーさんにはあまり出入りをしてないので、こちら通販で購入しました。これが思ったよりいい商品でですね、まずこれ1台分塗装できますって書いてあるんですけど、実際はもっとできるんじゃないかと思います。2台分ぐらいありそうな、そんな、キャリパーラッカーになります。で、これはもうだいぶ完成に近づいた状態ですけども、まあ、本当に半日がかりですよね、ここまで来るんですね。一番左上がウェズスポーツのキャリブレーキパッドがセットされた状態ですね。ブレーキグリスもまあちゃんと塗って、当然ブレーキパッドの端っこの方はヤスリなんかで削ってですね、少し角を丸めたりしてつけています。それからブレーキローターも、まあ、気休めですけど、少し傷をつけて、まあ、初期の当たりをつけるつもりでですね、まあ、こんなもんじゃほとんど本当に気休めなんでしょうけども、やっています。で、色はね、まあ、かなりきれいに清掃した状態で、まあ、ちょうど切りのいいところまで塗っております。自分的にはかなりきれいに塗れたんじゃないかなというふうに思っています。これはフロントのディクセルの M タイプを交換した時の写真ですね。で、この時にローターを外そうと思ったんですけど、これはちょっと実家のガレージの風景だと思いますけども、写真だと思いますけど、このローターを止めてるプラスのボルトがありますけど、ネジがありますけども、これが非常に強く固着しててですね、まあ、サビとかいろんなネジロックタイトみたいなのを使っていたんでしょうけども、まあ、簡易なですね、インパクトタイプのドライバーではちょっともう回すことができませんでした。このプラスネジがかなり固着して、固く締まったままでしたので、この時はローターを外すことはできませんでした。で、これはまあ、後日ですね、状態のまま塗ってるとこですけども、まあ、これは、重ね塗りする前、割と、最初の方の、1回目塗った後ぐらいですね、の時の写真です。で、これにまた次の写真にあります。この写真にありますように、ヒートガンでですね、乾かしては重ね塗りするということを繰り返していきます。で、これは塗装前の写真ですけども、この青い矢印で囲ったところのボルトがね、本当に外れづらくて大変だったんですよね。で、後日ですね、このキャリパーを塗った時なんですけども、ローターも一緒にやっぱり変えたかったんですが、このインパクトドライバーを新たに、これも大体、ホームセンターなんかに売ってるんですけども、3000円台だとぐらいしたと思いますけども、しっかりネジ系のネジ
の頭のね、サイズが合ったものをちゃんと使わないとネジ山も舐めることになりますので、しっかりと合わせながら、右側ですね、このドライバー、インパクトドライバーの頭をですね、プラスチックハンマー、でかめのプラスチックハンマーなんかでガンガンと叩きますと、これが、緩む方向に、瞬間的にインパクトがかかりますので、まあ、外れるわけなんですけども、この工具を持ってやっと、ネジを回すことができました。しかし、残念ながらこのキャリパーのですね、ハウジングといいますか、キャリパー自体を、全体をちょっと外すことがこの時、できる工具をですね、実家に、置いてまして、残念ながらですね、この時はもうちょっと時間も体力も切れ気味ということで、まあ、ネジを外しただけに終わってしまいました。これが外したネジですね。この先端部分はこう黒いサビのようなもの、それからまあどうでしょうか、緩み防止剤なんかが塗ってあるんですかね、ネジロックタイトみたいなものが塗ってある関係でしょうか。かなり黒ずんでいます。ここにまた、また外しやすいようなですね、ことを考えてちょっと処理をして、またネジを元に戻しました。で、アルミをまた元に戻してですね、いい感じに、仕上げることができたわけなんですけど。で、これが全体像の写真ですね。やっぱり、この塗る前の、ロードスターのこの横からの写真に比べますとね、ちょっとこう、ここに赤い色があるだけで、なんとなくね、華やかさがちょっと増すんですよね。まあ、こんな感じでね、非常にこのロードスターのデザインっていうのは私は好きなんですけども、まあ、フロントのノーズがですね、ややロングノーズで、まあ、Z4 とかね、SLR みたいには長くないかもしれませんけども、ああいうロングノーズの車が私基本的に好きなんですよね。フロントにミッドシップマウントされたエンジンがあって、FR 駆動というね、まあ、これはもう私の中ではもう一番好きな配置というかね、まあ、RR の車、まあ、ポルシェとかフェラーリみたいなスーパーカーは、リア、あるいはリアの MR にエンジンがありますけど、ドライバーは結構前に座ることになると思うんですね。で、後ろに重たいエンジンがあって、当然トラクションとかもちろんそういうものはいいっていうのもあるし、かっこいいんですけども、私の中では古典的なスポーツカーがなぜか一番合う気がするんですね。もちろんそういうスーパーカーなんか、買えるわけないっていうのもありますけども、なんていうか合理性が高いような気がするんですね。ちょっとまとめなんですけども、まあ、キャリパー塗装、まあ、経験上ですけども、この下地処理が非常に重要で、十分な清掃と脱脂を行う必要があると思います。で、当然ながら塗料専用の塗料を使わないといけないですね、耐熱ですね。で、固まった時にこう、ツヤが出るような塗料になっています。で、まあ、下地処理が不十分だとね、だんだん剥げ落ちてくるスピードも速いと思います。し、今回のロードスターの塗装の場合は非常に今もいい状態を保てていますね。だから剥げ落ちる感じはほとんどありません。で、まあ、ブレーキダストが多いブレーキパッドというのは基本的に私は使いたくないと思っています。まあ、まずそのサーキットをしょっちゅう走りに行くとかですね、サーキット走行を前提にしてる方はまた別と思いますけど、それから塗装の時にヒートガンで熱しては重ね塗りするという感じでやると、まあ、時間の節約にもなるし、綺麗にも塗れるんじゃないかなというふうに思います。が、色はもうね、個人の好みで、いいわけですけども、私のロードスターにちょっと地味系な色にはね、ちょっと赤とかですね、まあ、黄色もちょっと考えたんですけど、まあ、赤でいいかなという、まあ、ずっと、ゴルフ GTI のゴルフ2 GTI の時はね、ずっと赤、キャリパー色を使ってきています。で、アルファロメオなんかもですね、赤い色に、キャリパーを塗っています。まあ、キャリパー色は本当に赤が好きということで、まあ、差し色はですね、足元を引き締める部分にアクセントになると思うと、まあ、考えています。
いかがでしょうか。もし参考になれば幸いです。ブレーキ周りの整備、パッドとかローターの交換というのは重要保安部品になりますので、本当にちょっとでも自信のない方はですね、自信のある方は別として、自信のない方はちゃんと専門の、整備のプロに、してもらってください。私の場合はもう当然ながら自己責任でやっておりますので、ご理解お願いします。今日は最後までご清聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録または高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。